どうもこんにちは、アンティークコインマニアの渡辺です。今日はですね、こちらのコインのご紹介をできたらなと思います。どうも、1908年オーストリアの100コロナ、通称はい、雲上の女神でございます。このコインですね、1908年単年で発行されたコインでございます。2022年7月にですね、オークションワールドで手数料込みで600万強で 63PF63 カメオが落札されるなど、まあ、非常に人気の高いコインになっております。こちらのコインのストーリーについていろいろお話ししながら、このコインの拙者の動画もお届けできたらなと思います。では早速どうぞ。はい、こちらですね、1908年100コロナですね、ここに映っております。表面のこの男性はフランツ・ヨーゼフ1世でございます。ハプスブルク家の、オーストリア帝国の君主ですね。彼の治世60周年を記念したコインになっております。で、裏側はですね、彼の妻ハプスブルク家の非常に美しい皇妃ですね、エリザーベトの模した女神となっております。ここにですね、持っておりますね、この盾に刻まれているのはハプスブルク家の紋章、相当の橋になっております。ここに治世が書いてあるんですね。1848年から1908年が刻まれております。このね、ハプスブルク家なんですけれども、もともとはね、スイスの片田舎の貴族だったんですけれども、当時の権力構想を勝ち抜き、さらに、戦にも強かったということで、神聖ローマの皇帝の座を手にします。それをね、代々守り継ぎ、政略結婚ですね、もう全てのヨーロッパの王族は全員親戚と言われるほど、婚姻戦略によってヨーロッパ中に勢力を広め、その地位と富を確立させてきた一族でございます。ハプスブルク家出身の有名な人に言うと、例えばマリー・アントワネット、フランス革命の処刑台の梅雨と消えたマリー・アントワネットはハプスブルク家の方でございます。またね、マリー・アントワネットの母親であるマリア・テレジアもね、女帝として君臨した、実際には皇帝ではなかったんですけれども、実質的に国政を動かしていた女性になります。こちらのね、裏側のね、エリザベトとフランツ・ヨーゼフの馴れ初めをちょっとお話しできたらなと思います。もともとね、フランツ・ヨーゼフはこのエリザベトのお姉さんと結婚するはずだったんです。で、エリザベートはお見合いの時のね、付き添いに来ていただけなんですね。なんですけれども、フランツ・ヨーゼフ1世が彼女エリザベートですね、この時愛称シシーと言われていたらしいんですけれども、シシー15歳当時一目惚れしまして、もう決められていた政略結婚をですね、母親、今まで逆らったことなかったみたいな母親に懇願して花嫁を変えてもらったというエピソードがあります。まあ、それほどね、彼にとってはですね、まあ、真面目で几帳面だった融通が利かないフランツ・ヨーゼフ一世に対して、このエリザベトは、まあ、自由で奔放でね、はつらつとしていてという、そういった、性格だったらしく、そういった気質がですね、まあ、自分にないものとしてとても魅力的に映ったんではないかというようなことが言われています。ただね、結婚した後はですね、実はそれほど幸せな結婚生活ではなかったと言われております。彼はですね、フランツ・ヨーゼフ一世は、まあ、膨大な皇帝、領土を取り仕切るために大量の仕事があります。特にね、19世紀ですね、フランス革命の影響で、各国民国家、民族自決というような、各民族のね、やっぱ意識というのが強まってきた時代に、多民族国家ですね、オーストリア帝国って、まあ、中にはね、ドイツ、ハンガリー、チェコ、ポーランド、ルーマニア、クロアチア、スロバキア、セルビア、イタリアなど、さまざまなね、国が含まれていまして、彼らの問題を対処するということで、非常に忙しかった皇帝でした。まあ、そうやってね、忙しい皇帝と政務に関わることがない皇女エリザベトっていうのは、まあ、互いにどんどんすれ違っていくよねということで、エリザベトは、まあ、王宮から結構ね、出かけることが多くなって、まあ、それでもね、支度金を持たせて、エリザベト遊んできていいよという風な、夫婦生活だったそうです。
さまざまな問題がありました。家族の問題ですね。ヨーゼフ一世の弟マクシミリアンはベルギーの王女と結婚したんですけれども、周囲にそそのかされてですね、メキシコの皇帝になると言っていきなりメキシコに渡ってですね、ちょっと勝手に何しとるんかいという話だったんですが、メキシコに着いたんですが、その事前にね約束されてたメキシコ皇帝としての優雅な暮らしだったり権力っていうものが全くなされていない、というかもうメキシコの国内ぐちゃぐちゃで、もう空手型口約束もにも程があるということで、まあ帰ってきたんですけれども、まあそのごたごたでですね、結局メキシコの皇帝以下追われてですね、処刑されてしまったりということで、弟がこのような形で最後を迎えてしまいます。このエリザベトとの間に子供が4人いました。1男3女、そのうちね成人したのは3人だったんですが、そのうちのたった1人の男子ルドルフはですね、当然皇帝の後継ぎとして大事に育てられていたんですけれども、親子の人間関係がうまくいかないということで父親に猛反発してですね、1889年ですね、貴族の令嬢とこのルドルフ君は自殺してしまいます。当時30歳の若さ、真珠ですね、これはマイヤーリングの悲劇として知られております。ヨーゼフ一世にとっては、まあ、愛する息子を失ったというだけではなくてですね、ハプスブルグの重要な跡継ぎを失ったということで、まあ、この出来事は痛恨の事件となってしまいました。ルドルフが自殺した後ですね、エリザベトはさらに功労が激しくなってですね、もうフランツヨーゼフのところには全然立ち寄らないというような生活になったそうです。で、そのエリザベトもですね、大先のスイスで暗殺されてしまいました。犯人はね、当時のアナーキストで、まあ、王族だったら誰でもよかったというようなお話で、まあ、これもね、時代の流れですよね。時代の流れに、やっぱ、ハプスブルグ家の王族の人たちが翻弄されてしまったという形になってしまいました。この後、ルドルフを失ったヨーゼフ一世の後継ぎになったのが、甥ですね。甥のフランツ・フェルディナンド。彼をですね、まあ、皇太子と定めてやっていたんですけれども、このフランツ・フェルディナンドもですね、1914年にですね、妻と共にサラエボで暗殺されてしまいます。これがね、まあ俗に言うサラエボ事件として知られておりまして、まあこれをきっかけに、ヨーロッパが第一次世界大戦に突っ走っていくという、このきっかけとなる事件になってしまいました。まあね、こうした悲劇を乗り越えて、まあ、フランツ・ヨーゼフ一世はですね、68年間皇帝として、君臨し、1916年に86歳で亡くなりました。その後ですね、甥のカールが後を継ぐんですが、そのわずか2年後にはオーストリア帝国そのものが崩壊してしまい、王家としてのハプスブルグ家というものは、歴史が途絶えるということになりました。このですね、1908年のコインですね、単年発行になります。この1年のみの発行しかありません。グレードによるね、価格差がね全然違うのでお気をつけください。まあ大体ですね、マーケットに出てくるのが63が最高でですね、ほとんどで、64が、まあ、数年に一度出てくるかなという形です。まあ、手に入るのは、まあ、63がほぼトップグレード、その次62、61という流れになってきていますが、注意してほしいのが、プルーフ鑑定と MS 鑑定っていうものが存在します。これはね、実際に作った時に、プルーフ仕上げにしていたのか、それとも特に区別なく発行された後に出来がいいものがプルーフ鑑定されているのかっていうのは、実は今でも論争がありますが、まあ資産価値というような形で見るんであれば、ぜひプルーフの鑑定がついているものをお勧めいたします。ちなみにね、この鑑定に出すときに、このエリザベートの面を表にしてほしいときは、それをね、ちゃんとね、NGC や PCGS もしくは代理店にですね、ちゃんと伝えてください。そしたらですね、対応してもらえる場合があるそうです。ということで、はい、13世紀以来ですね、ヨーロッパの歴史に大きな影響を与えてきたハプスブルグ家、その最後の光として、存在感を放った皇帝フランツ・ヨーゼフ一世のコインをご紹介しました。まあ、デザインも本当に素晴らしいんですが、このハプスブルグ家のストーリーですね、このあたり特に魅力があるかなと思います。歴史を勉強するものとしても、非常に興味深いコインとなっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと長かったですが、お楽しみいただけたら嬉しいです。今日手元にあるものがプルーフ62ですね。こちらに関しては買い手がついているんですけれども、もう1枚プルーフ62が入ってくるかなという予定があるので、興味ある方はぜひ LINE でご連絡ください。で、他にもですね、運上の女神プルーフのものなかなか入ってこないんですけれども、入ってくることがあるので、
よろしかったら、まあ、順番待ちという感じでですね、出たら連絡くださいっていう風にご連絡もらえると、すぐに情報入った時にはご連絡できるかなと思います。というわけで本日は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。